シュドエクスプレス1955セットジュエフはかつてフランスに存在した独立した玩具メーカーであり2006年以降は鉄道模型のブランドであるフランスにおいて20世紀後半期に縮尺1-87の方ゲージ鉄道模型と縮尺1-40のスロットカーを主に製造していたジュエフは10フランスである日本語ではジュエフはジョエフ ジュエフ、ジュエフなどと呼称される。1972年に銀行の管理下に入り、合併や倒産などを経て、1985年から同社の元従業員の手によって再建した。その後、1990年代に一時期、ダイカスト成型のミニカーも手掛けていたが、1996年に倒産した。2006年以降、ジュエフの名は鉄道模型の ホーンビーインターナショナルにおいて、フランス向け法ゲージ鉄道向けブランドとして、存続している。1944年、ジョルジュ・ユアールによって、フランス東部、シャンパニオールにおいて、レジュ・フランセとして創業された。当初は JF がトレードマークであったが、1950年代からジュエフがトレードマークとなった。創業間もない頃は、ブリキ製の玩具を製造していたが、 1950年代、初頭に射出成形によるプラスチック製の玩具の製造を開始した。1954年のクリスマスシーズンに、手動エクスプレスの射出成形によるプラスチック製法、ゲージ鉄道模型セットを発売した。このセットには、フランス国鉄の直流電気機関車、BB9003、デブ、イノックスと呼ばれるステンレス客車2両と、 直流2000式のカーブ線路8本、電圧6ボルトの制御機器が入っていた。機関車と客車は、ショーティーであったものの、価格はとても魅力的なものであった。1958年以降は、年々品質を向上させていき、ホーンビアショーやリバロッシーよりもリアルな作りになっていった。1963年のクリスマスシーズンには、それまで、スケーレックストリックやサーキット24によって、 開拓されていたスロットカー市場にイギリスのメットオイプレイクラフト社の協力の下で参入した。スロットカーの縮尺はオームネイジ40であった。ジュエフでは鉄道模型の応用で車線変更が可能なコースも発売していた。1967年にドイツのエガーバーンを買収し、期間 9mm の線路を使ったホーなロー鉄道模型を展開した。 1972年、ジュエフはクレディリオネ銀行参加のソフネックスに買収され、創業者のジョルジュは退いた。1974年、クレディリオネ銀行によって、ミニカーメーカーのソリド、プラモデルメーカーのエレールなどと共に業界が再編され、レジューフランセとなった。1979年にアイルランドに工場を設置しアイルランド向けに法。 ゲージ鉄道模型などを製造した。1981年に、レジュー・フランセが倒産し、ジュエフは、フランスの玩具メーカーのセジグループに買収され、CG ジュエフとなった。同時に、スロットカーから撤退した。エレールは、イギリスのハンブロールに、ソリドは、フランスのミニカーメーカーのマジオレットに買収された。アイルランドの工場は閉鎖された。その後、セジの下で、 イギリスのカイザー社のホワイトメタル製鉄道模型キットを数種類展開したものの評判が悪く、1984年には停止された。1985年に政治が破産したため、かつてジュエフに在籍し後に模型メーカーのホビーを起業したジャック・バレの下で再建された。1990年代初期に縮尺1、18と1、43のミニカー市場に参入し、 ジュエフエボリューションのブランド名で展開した。同時期に鉄道模型製品のリニューアルを開始し、いくつかの製品は細密仕様で新規に製造された。しかしやがて経営難となり、鉄道模型部門は1995年にイタリアのリマグループに吸収され、いくつかの製品はリマブランドで発売され、またグループ内でブランドの再編が行われたため、リバーロッシュブランドでも発売された。 フランス国内においては、リマグループの代理店は、MKD であった。ジュエフは1996年に倒産し、ミニカー部門は、フランスのユニバーサルホビーに買収された。リマグループ参加においては、2001年に、シャンパニョール工場を廃止し、鉄道模型の製造設備はイタリアへ移された。2004年、リマグループの業績悪化により、イギリスのホーンビーに買収され、 金型は中国の関東省へ移された。2006年には中国製品が市場に流通し始めた。フランス国内では MKD が代理店となっている。主に直流2000式の宝ゲージを製造していた。一部の動力者に交流3000式のものが存在した。かつては安価なプラスチック製品を生産していたが、1990年代に リマに吸収される前後に方針を変え、細密性を重視するようになった。製品はフランス国鉄の車両が主力であった。箱は当初は製品によって異なっていたが紙箱に菱形のマークがあしらわれていた。1960年代からはがまたは青系統の箱へとなり、1980年代には透明なプラスチック箱に入れられていたことがあった。 1990年代以降の製品は主に青い紙箱となり赤系統のグラデーション模様のロゴマークが使用された。また一部に黒箱のものが存在した。ホ温ンビに買収された後は明るい青箱となり赤いロゴマークが使用されている。かつて1968年から1981年にかけては現在の DCC にも似たジュエフマチックと呼ばれる。 多重制御システムが展開されていた。法ゲージ製品は1954年からとなっているが、1940年代からブリキ製の鉄道玩具が作られていた。2006年以降は、ホーンビーインターナショナルにおいて、フランス向けの法ゲージ鉄道模型のブランドとなっており、かつて他社で製造されていたもので、現在 JF ブランドで販売されているものもある。また、線路は、 オーゲージの保温瓶製品を使用しており、QJF 製品は製造されていない。蒸気機関車、電気機関車、ディーゼル機関車、機動車、客車、電車、ジュニアラインかつての安価な製品の一部を存続させたシリーズ。他の製品と比べ、簡易的な作りが特徴である。プラクラフトレイルウェイズ1960年代に、イギリスのメットウイップレイクラフト社向けに製造していたシリーズで、 フォースケールであった。シリーズ終了後に多くがジュエフへ移管された。ジュエフディフュージョン1960年代以末に、フランス国内のデパート向けに作られたセット品シリーズ。一般販売用のものとは異なるセットが組まれていた。1960年代以降、フォーゲージ鉄道模型のアクセサリーとして縮尺1、87のミニカーを展開した。車種は、 プジョー203や403、シムカシャンボール、シトロエン DS19、ルノー16ハッチバックなどが発売された。これらは、プラスチック製で、簡素な一体成型車体に、簡素なシャーシと車輪が付いているもので、ガングゼンとしたものであった。1990年代初期から、ジュエフエボリューションのブランド名で、縮尺1、18と縮尺1、43のミニカーを展開した。 縮尺1-24の製品も存在したが車種は非常に少なかった。製造は主に中国で一部に日本の競争製品が含まれていた。1996年に倒産した後はフランスのユニバーサルホビーに買収され、フェラーリなどの一部の製品を除き生産は継続された。後にユニバーサルホビーの組織改編により香港のメーカーに引き継がれた。 ジュエフエボリューションは1960から1970年代のスポーツカーが主力で縮尺1、43のフェラーリ 250GTO の細密製品は当時としては可動式ドアや内装、エンジンの再現など非常に優れていたが同縮尺の他社製品と比較して高価格の設定であった。他にはフォード GT40、1965マスタング、 エンゲブマーク2、トライアンフ TR3 などがあり、縮尺1、18では、ポルシェ911、アルファロメオスパイダー、1994マスタング、マスタングマッハ3、フェラーリ250、フォード GT40 ガルフなどが製造された。箱は、縮尺1、43と縮尺1、24の製品では赤い紙箱であったが、縮尺1、 18の製品では黄色い紙箱であった。ロゴマークは鉄道模型同様にグラデーション仕様であった。1963年、イギリスのメットウイプレイクラフト社と提携して、メットウイプレイクラフト社のレコード -64 システムと同様のスロットカーを展開した。縮尺は主に1、40であったが、1、32から1、43程度のものが、 含まれていた。製品化された車種は、レーシングカーや、スポーツカーであり、150種類程度存在した。登場初期には、ジャガー E タイプ、メルセデスベンツ190のロードスター及び、クーペ、1965コルベットスティングレー、フォード GT40 各種、カプリ、シャパラル、フェラーリの F1、BRM の F1、フェラーリ 250GTO、ロータスの F1、 ルノーアルピーヌ1600、BMC ミニ、ポルシェ904、911があった。これら初期の F1 車両には、コースのスロットに沿って前輪がステアリングする機構を備えているものがあった。1970年代は、アルファロメオカラーボベルトーネ、BMW3.0CSL、リジェ j s 5マトラの F1、マトラジェット、マトラ650、ルノーの F1、 アルピーヌ3000、A310、ルノー5、ランチアストラトス、ポルシェ917、904が発売された。コースには、ジャンプ台やバンクコーナーなども存在した。1970年より、鉄道模型のジュエフマティックを流用し、多重制御や車線変更が可能なコースを展開していた。1971年からは、ドイツのステイボー車の縮尺位置。 24から1、32用のコースを輸入し、自社ブランド、ジュエフステイボーとして展開した。一時は、縮尺がバラバラの製品を同時に扱っていたが、ジュエフステイボーは1975年に終了した。1980年に規模を大幅に縮小し、1981年に、倒産の影響で撤退した。MKD は、ホーゲージ用ストラクチャーメーカーであり、 様々な模型ブランドの輸入代理店でもある。ありがとうございます。